まずは参議院ではなく、衆議院の選挙の区割りについてです。政府の審議会は、岡山県の選挙区を1減らすなどの案を盛り込んだ勧告を、岸田総理大臣に提出しましまた。これはきょう開かれた政府の衆議院選挙区改定審議会の案によるもので、現在の区割りによる1票の格差を是正するために、小選挙区の定数を、 岡山県や広島県など実0県で1議席減らす一方、東京を5、神奈川を2議席増やすなどとなっています。これにより岡山県は現在5つある小選挙区が4つに減ることになります。また、1つの自治体が複数の選挙区にまたがるケースを解消するため、区割りを変更する県も6つあります。新しい区割りは、 法律成立後に公示される衆議院選挙から適用されます。岡山県の選挙区は一減らすなどの案が盛り込まれています。こちら現在見えているのが岡山県の小選挙区。このように五つにこの分かれているんですけれども、今日提出された区割り案がこちらです。一区は岡山市北区、備前市、赤岩市など。二区は岡山市中区、東区、南区。 玉野市など3区は津山から新見、高橋、笠岡など北部から南部の広い範囲となっています4区は倉敷市と林間町です現在5つの小選挙区から全て自民党の議員が選出されているため小選挙区が1つ減ることで党内でも何らかの調整が必要になってくるということですこの区割りについて 明日の RSK イブニングニュースで詳しくお伝えします。この一票の格差の是正のために、岡山県では小選挙区が四つに減ることになりました。